はい、こんにちは、今回はずっとこの手がけていた木型のアートですね、これがついに完成をしました。で、今回こだわった部分とか、デザインのちょっとこうディテールなんかを完成動画っていう形で、ご紹介してみようと思います。で、まず全体としてはこの木型自体をこうアルノ川という川のデザインにして、でフィレンツェのこう景色を入れてるっていうタイプなんですけど、このフロントの部分ですね、これをポンテベッキオに見立てて、でこれがウフィッツィ美術館の感じのこの辺のこう 風景をこう入れて、でそれの反対側が、そのウフィッツィの対岸ですね、反対側の景色をこう入れてるっていう感じですね。なのでこう見ると、ここにこう川があって、その両脇のこう景色を入れてるっていう感じで、で細かい部分で言うと、ここの部分にちょっとこうフィレンツェのシンボル的なこうドームですね、こういうものが入っていたりとか、こういうちっちゃい建物なんかも結構あるので、そういう部分をこだわって入れてます。でいつもこの木型のシリーズでよくやるよくやる仕上げがここの部分ですね。ここの部分、この建物の流れをどう切るかっていうのが結構難しくって、で普段自分の場合はこの木型のものは結構こういう感じで靴の装飾のようなデザインをここに入れて、ここでパツンと一回切るようなイメージ でこの両脇ですねを入れるようにしてます。で、靴の裏側ですね、ソールの部分はこんな感じで、こうローズウッド、こうヤバネバリっていう貼り方が家具のこうテーブルの天板なんかでよく使うものがあるんですけど、4方向こう貼り分けるようにことによって、ちょっとこう面白い表情に見えるっていう装飾の仕方をしてます。結構曲面、このソールってこう結構複雑な曲面なんで、これ貼るのはすごく難しいです。でここのヒールの部分ですね、このヒールはこんな感じで、ちょっとこうこれも家具のアンティーク家具の装飾で使うようなパーツが既存のものであるんですけど、そういうものをこの木型に合わせてこう削り出して、ここの部分は削り出しをして、でスッとデザインに合うようにこうまとめてます。でこの部分ですね、ここの部分はどうしてもここの部分はパーツが新しくて、この木型自体は古いんで、ここの部分っていうのはちょっとこう離れたイメージになってしまうんで、それをこう吸収するというか、こうなんとなくこう馴染むようにこういう細かい装飾を入れてます。で普段、自分が作ったものなんかはこんな感じで、サインを入れて、今年この2020年っていうのを入れたんですけど、オーダーいただいた方とお会いしてっていう、メモリアルの年だし、ちょっとこの2020年っていうのは特別な年なんで、ちょっとあえて、年代は入れてみました。であとはこの先ほどのこのドームなんですけど、ここの部分ですね、この球体のこう光るものが境界の上ってついてるんですけど、その、装飾のためにここには真鍮の点が入ってます。もう本当の小さいものなんで、なかなか
見えづらいんですけど、こう角度を変えて光の角度が変わるとちょっと一瞬光ったりとか、なんかこういう部分もこだわってます。で、使ってる木の種類なんかは、この白い木はバーチ、カバの木ですね。バーチだったりとか、屋根にマホガニーを使ったりとか、この影に見える部分は、ローズウッドだったりウォールナットですね。この辺はウォールナットを使ってます。もうこう着色なんかをせずに、この辺なんかも結構黄色い面白い木なんですけど、この辺なんかはレモンの木だったりとか、あとはちょっとこうピンクに見えるこの感じは、洋梨の木ですね。ペアウッドっていう木で、とにかくこう木の、天然の木目だけで絵を作るっていうのがやっぱり面白い技術なんで、僕の場合はあまり着色した木っていうのは使わずに、こういういろんな種類の木を組み合わせて、で、まとめるようにしてます。で、結構デザインの部分でやっぱりここの部分を中心にしてぐるっと巻いてるっていうデザインなんですけど、まあとにかくこの木型自体がかなり複雑な局面だったんで、それをこう、まあ、ナチュラルというかあんまり違和感なくこうまとめられるように、結構このディテールなんかは微調整しながらデザインを変えてやってます。で、結構この木型のタイプっていうのは、一応今見ていただいているのこのぐらいのアングルから見るとすごく綺麗なこう設定というかにして一応作ってるんですけど、そのあたりもどういうふうに、これなんかはヒールをつけて置けるようにしてるんですけど、こう引っ掛けて見せたりとか、いろんなことができると思うんですね。で、その時に一応デザインをする段階でこうどういう置き方をしてどういう見せ方をするかっていうのを、ある程度想定しておかないと、この木型のこのアートっていうのは結構この曲線にこう平面で、トリックアートというか、こうパースペクティブってい こう立体表現ですねをしてるんで、そのあたりの見せ方っていうのは結構こだわってデザインしてます。で、一応こだわってる点とかデザインなんかはこんな感じなんですけど、まあそもそもなんでこの靴の木型を使ってこういうものをやってるかっていうと、まあ、フィレンツェってこう古いものがいっぱい残ってる街なんですけど、でそういうものを、まあ、古いコンディションでこう虫食いの跡なんかもあったりして、なかなかこうそのまま使うっていうのは難しいんですけど、まあ、ちょっと手を加えて装飾を入れるとこう、まあ、こういう感じでまあ、アートとして見られるっていう、まあ、そういう面白さと、あとは、まあ、曲面がすごく綺麗なんで、この曲面に対して普段こういう月板っていう薄い板を、まあ、主な材料にしてるんですけど、こういうものってやっぱり切って硬いイメージはあるんですけど、こう薄いものってやっぱり曲げたりいろんな可能性があるんですね。で、木のこう木目だったりとか、こう色の種類だったりとか、いろんなことができる、まあ、材料なんで、もっとこう木っていうものをいろんな使い方、してもらいたいなっていうのはあって、で、まずはこういう感じで木の種類だったりとか、こんな表現ができるんだよっていうのを、まあ、見てもらいたいんで、まあ、それも合わせてこういう木型のアートっていうのはやってるんですね。で、やっぱり技術的な部分も一通り、動画まとめたものをちょっと見ていただくと分かると思うんですけど、結構難しい技術で、で木工の技術だけではなくって革の技術とか、まあ、靴作りだったりとか、いろんな技術をこうミックスしてで作ってる、もので、それってやっぱりフィレンツェのこの職人さんがいっぱいいるような町で、そういうものをこう身近で見ることができるから、まあ、形にできるのかなと思ってるんで、
まあ、そういう方にいろいろ教わりつつ、まあ、こういうものを作ってるっていう感じなんですね。でやっぱりこの靴の木型ってこういう感じで、もう本当にフォルムはすごく綺麗な形で作られていて、で木の素材もやっぱりしっかりした硬い木で作られてるんで、まあ、素材としてのこうポテンシャルっていうのはものすごく高いものなんで、こういうものを、まあ、蘇らせるというか、燃やしてしまうともうそれまでなって、そうなる前にこうもともと持ってるポテンシャルを生かしつつ、自分のちょっとこうデザインを加えて、で新たに蘇らせるっていうのをこの木型のシリーズは一応テーマにしてやってます。なのでまあこれからもいろいろこういう木型をストックはしてあるんで、まあ、リクエストなんかがあればそのリクエストに合わせて、でこうデザインをやるっていうこともできるので、まあ、これもオーダーでいただいたお仕事なんですけど、そういうオーダーっていうのも常にこうお待ちしてますので、もし興味のある方はぜひいろいろちょっとこうご連絡いただければと思います。という感じで、まあ、ここまでしっかりとこう一つのものを作るのに動画を何個もこうまとめてっていうのはなかなか今後もやっていくのは難しいかもしれないんですけど、まあ、技術的な部分だったりとかそういうものをちょっとご紹介する形でいろいろ動画をまとめてみようと思っているので、ちょっと YouTube の方の登録もぜひよろしくお願いします。ではまた。